ままず処分の基準がさっぱり分かりかせん総理、この法案でもわれわれは罰則を規定するからには、対象や要件の明確が必要だよね、基準が大事だよね、こういう議論をしてまいりました。ところが今回、500万円未満、処分の対象から外されております、まあ、5年間で500万ですから、年間100万円まではお咎がみなしということになります。総理自民党はこれからも 年間100万円までは裏金 OK、こういうことなんでしょうか、お答えください岸田内閣総理大臣。誰か関係い、えーまあ言ってんはすでに、党の方から、まあ、発表させていただいておりますように、まあ、昨日、外部の有識者を含めた党議、まあ、委員会において、えー、議論を行い、えー、党所属国会議員、まあ、39名、まあ、処分をいたしました。 あのまあ、その判断基準等が分かりにくいというご質問でありますが、その議論の中で、長年にわたり集団として不記載が行われていたとされるこの派閥について、まあ、派閥の幹部等の立場にありながら、適正な対応を取らないことによって、結果として長年にわたって不記載、 という観光を放置することになった、まあ、こういった大きな政治不信を招いた、まあ、この責任を党として厳正に処分したわけでありますが、この今回の事案を見たときに、この長年続いてきた不記載の観光を是正する立場にあったもの、そしてその一方で、そうではない,ない、そういった立場になかったもの こういったこのものの差、これは否定することはできません。